前田漢字は日本の洋画家。人物写実画の名手として知られ、33歳という若さで創生40年に満たない短い活動期間であったが、彼の古典的構図でのフォービスム的筆致が、前広縛りという流行語を生むなど、当時の芸術家に多大な影響を与えた。なお、名字の読みは前田である。年月日。 鳥取県東白郡北条町国坂の豪能の次男に生まれる。1914年に倉吉中学を卒業。第三高等学校の受験に失敗して画家を志し、美術教師の中井金蔵に一年間絵を学ぶ。さらに上京して白馬会青井橋洋画研究所で学び、1916年に東京美術学校に入学を果たす。学校では、 長原幸太郎と藤島武次に支持する。一方で在学中の1920年、恩師中井をリーダーとする倉吉の文化団体、砂丘社の創立より参加し積極的に同人展に出品する。1921年、東京美術学校を卒業して研究所に進級し、研究生となり、翌1922年から1925年まで、 フランスに滞在し、パリの美術学校アカデミードラグラン・ショーミエール2席を置いて、クールベの写実主義を研究する。また、このフランス滞在中には、同郷のマルクス主義理論家である、福本和夫と交友を持ち、影響を受けたとされる。帰国後、1二十六年に、パリ時代の友人である、佐伯雄造、佐藤み造、小島善太郎たちと、1 9三0年協会を、 結成する。1928年6月に東京杉並区天沼にアトリエ県事典を建てて前田写実研究所を開設し、当地で後進たちの指導をしつつ自身が目指す写実画のさらなる探求を始める。定点での特選を重ねて1929年に定点審査員に選ばれ務めるが病に倒れ、都内の病院に入院する。 その病室で絶筆となる対策、海を完成させる。1930年4月16日、鼻孔内使用により成去。ありがとうございます。